久保さん松下さんん松下にしましまょうか一方はこれで十分だと考えるがもう,一はもう一方はまだ足りないかもしれないと考えるそうしたいわば紙一枚の差が大きな成果の違いを生むとまあそうでしょうねこのままこ,これでいいのかこ,これで十分だって満足したら終わりですしまだなんかあるんじゃないかなってなれば ままたそこで違いが生まれるだろうしだからその自分の物差しっていうのは結局自分で決めてるっていうところなんですよね。うん。例えばなんだろうな。まあ動画本数で言うならば。まあ A さんは100本やったから100本やったからもうこれで十分じゃないか。もしくは100本やっても稼げないからあ,のあれなんじゃないかと。もう無理なんじゃないか でも B さんは100本なんかまだまだだと。堀江さんも Q&A ね。あの堀江門でも1000本 Q&A やってんだから100本なんかまだまだだと。もしくは100本やってもこれうまくいかないからもっと違うやり方改善してみないといけないんじゃないかなっていう。この A さんと B さんはまあその後の結果は間違いなく違う,だろう,違うと思いますよね。うん。まあ紙一枚というか、まあ この1枚の差が全ては物語ってるんじゃないかなと思うんですよね。うんそこでふとどう考えるかっていうところですよね。だから久保さんの僕の,あの好きな格言で100人騙されてたとしても101人目は分かんないよっていうところですよね。そうこれはね僕は実際にその <laughs> もう絶対お金を貸さ,お金、ね、貸さないって決めたのは、まあ、その過去にそういう経験があるのでもう貸さないっていう。 でももしかしたらねなんだなそのバリ島の兄貴かバリ島の兄貴はなんかいろんな人に金,、ね、金貸してでなんだ一人の人がねなんかあの土地あげるよみたいなんで、ね <laughs> まあの前ほんと助けてくれてありがとうと君に土地をプレゼントするみたいなでそっからその不動産王みたいな,なんかそのストーリーが始まるみたいな話なんだけど、まあ、もしかしたらまあそういうこともありえるかもしれないですよね でも別にそこに期待して兄貴はまあお,お金をこう貸してたわけではないと思うのであれなんですけども多分期待してると多分もしかしたら来なかったかもしれないですねうん期待してると要は期待裏切られる期待する裏切られるまあ何も返ってこない期待する何も返ってこないじゃあもう貸さないってなるじゃないですかそこに期待をしてなかったから まあ、全然困ってるから、まあ、いいよ、みたいな感じでね。常にそれっていう。その結果、貸し続けられたってことですよね。お金を上げ続けられたっていう。期待してたら、お金を、なんだろうな。あー貸し続け、貸し続けたり、上げたりっていうことはできなかったんでしょうね。うん。だから、僕も帰ってくるってやっぱ期待があったんでしょうね。まあ、そこから学びがあるとそれはなぜそういうふうな気持ち、考え方になったかっていうと、 うん絶対帰ってくると信用してるから絶対帰ってくるっていう期待のもと帰ってこなかったから期待が裏切られたっていうことですよねだからそれをお金をもう上げてしまうっていうこと前提条件であるならば <laughs> あの貸せたのかもしれないですねなんかこれ志村けんさんもねなん,かなんか話ありますよねなんかもうあの後輩にう、えー、後輩がなんか嘘だったみたいなうんなんかその 1000万だったかななんか,なんか貸したんだけど、なんか,か母ちゃんが病気で、その入院代が貸してしいみたいな。で、そと後とその嘘だっていうのは分かったんだけど、別にそれはそれでいいよう、ね、にみたいなね。<laughs> なんかそういうのはあったと思うんですけど。うん。まあ、この、どう考えるかによって、その後の行動は全く変わりますからね。い,いってらっしゃい。